どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回なんですけど奈良県にあります、日向ぼっこさんにお邪魔しています。ここはですね、吉野山というね、世界遺産に登録されている、一帯なんですけれども、これはねめちゃくちゃもう山です。もう車でちょっとこう山道をバーっとこう登りきった結構麓にあるんですけど、見てください。ものすごい景色。非常に景色が綺麗なんですよ、こちらの吉野山というものは。はい、で、今ね撮影してるのが3月なんですけれども、多分動画が上がる頃にはねこの一帯はねもう桜がブワーっと一面になってね、非常にこう綺麗なスポットになります。今回なんですけれども激辛パスタに挑戦したいかなと思います。で、一応ね制限時間10分以内に食べきると、無料プラスドリンクが1杯つくというチャレンジメニューになります。ツイッターで探したんですけど情報を、しかしですねあんまりね載ってなくてですね、このね旅館のこれ旅館と併設してるんですけども、旅館の、おかみさんのブログの激辛記事しか特に激辛情報っていうのが、ね、非常に少なくてね、まさに掘り出し物の激辛メニューかなと思います。というわけでね、今回この激辛パスタに挑戦していきたいと思います。さあ行きましょう。レッツゴー。早速中入ってきたんですけども、もうね見渡すとね、まさしくもう絶景のような光景が広がっております。桜の咲く季節になるとねもう一面はね桜だらけで、これはたまらんばいという感じになります。はい、そしてありました。はい、こちらが激辛チャレンジ激辛パスタということでね、君がチャレンジ注意書きが書かれてますね。1位、辛いものが苦手な方は絶対にお控えください。辛すぎて気分が悪くなることがあります。咳込み発汗の可能性がありますということで、あくまで、チャレンジは自己責任という形になっております。はい、ちなみにこれは梅の花だそうで、はい、これ綺麗ですね。心も体も癒されるんで、そんなスポットかなと思います。来ましたかね。うわー、こちらが激辛パスタ。さあそれではじゃあ、10分ですね。お願いします。はい、いただきます。さあ、日向ぼっこさんの激辛パスタ、お手並み拝見です。こんにちは。おお、さあ、始まりましたけども、すごいな、ものすごい。香辛料の匂いがしますけども、じゃあ、ちょっといただきます。うわー、これはパンチが効いてますね。ふんだんに唐辛子がこれでもかとかかってますけど、うん、これ制限時間10分ですかね。ものすごい量かかってるな、これすごいんですよ。たった2口で体の中が温まってまいりました。うん、うん、水一杯飲むですね。これ飲むんだってね。これはいく。本気出してやるぜ。でも激辛チャレンジ中はね、景色に見とれてる暇はないぜ。結構ボリュームもありますね。結構ボリュームある。もうちょいだ。この攻略の鍵はいかにしてこの水の配分が、これは攻略の鍵になるかなと思いますよ。ちょうど目をさしているぜ。これは飲んでもいいです。水が飲みたい。はあ、は、はい、はあ、ごちそうさまでした。記録の方はもうほんとギリギリでしたね。残り13秒を残してチャレンジ成功ということで、攻略の鍵はちょっとね、ほんと水がね、この量しか、この半分、この配分がこの勝負の鍵からと思いましたけども、ハバネロとかそういった唐辛子を使ってないんでね、こうお腹が痛くなるような感じにはならないんでね、非常にこうね、辛さもうまさも堪能できる、そんな一杯かなと思います。はい、それでは辛さレベルの発表していきましょう。日向ぼっこさんの激辛パスタ辛さレベル、辛さレベル 6.5 でーす。はい、それなりにやっぱ唐辛子の量を使ってるんでね、まあ、辛いの苦手な方はね、あんまりこれ注意書きにも書いてますが、まあ、お控えくださいということになっています。向かい側がね、旅館になってまして、一応なんかこちらのメニューとしてはくず餅がね、一番人気なんでね、ぜひね、くず餅をたしなみながらね、この景色を見てはいかがでしょうか。まあ、ちょうど今晴れてきて非常に綺麗です。これがね、これやっぱね、桜の季節はね、本当に見頃なんで、ぜひおすすめかなと思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ等々更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。日高ブロック最高。